こんにちは、ココです。今回はナルトの同期の両親について解説していきたいと思います。優秀な忍びが揃った世代だけあって、実は親もかなりすごいんですが、なかなか作中でスポットライトが当たることはありませんでしたよね。そこでココがそれぞれのすごすぎる両親についてまとめてみました。1回じゃ全員分は入りきらなかったので、続きも見るよって人はぜひコメントしてください。それでは早速第7班から紹介していきましょう。渦巻きナルト、父波方湊斗、皆さんご存知4代目ホカゲです。優しくて温厚な性格で、子供の頃は女男と言われるような中性的な見た目をしています。つまりイケメンです。しかしそんな柔らかい印象とは裏腹に、コナハの黄色い閃光という2つのを持ち、カザトからは姿を見たら逃げろと警戒されるほどの手だれでした。得得難易度 S ランクの飛来神の術を開発者以上に使いこなす上、後にナルトのお箱である螺旋丸を開発しています。そんな火の打ち所がないお父さんですが、作中ではすでに孤人。ナルトが生まれた日に起こった九尾事件で、ミナトは命と引き換えに封印術を発動させ、暴走する九尾をナルト自身に封印したんですよ。ミナトが父であることをナルト自身にも長らく明かされていませんでしたが、ナルトが九尾を暴走させかけた時に精神世界で対面し助言を授けています。第4次忍界大戦では江戸転生で蘇ってナルトと共に戦い、最後は息子の誕生日を祝って昇天しました。強く優しく温かいナルトにとって最高の父親だったでしょう。母渦巻きキシナ、渦巻き一族の出身で、人中力になるために渦の国からコノハ隠れにやってきます。一族の特徴でもある赤髪と少しぽっちゃりした体型のせいで、アカデミー時代はよくからかわれて辛い思いをしていました。しかし勝ち気な性格から、いじめる男子を返り討ちにして赤い血潮のハバネロという通り名をつけられています。キシナも物語が始まる時点ですでに孤人。ナルトを産んだ際、封印が弱まった隙を突かれて、トビに九尾を抜かれてしまいます。本来、人中力は美獣を抜かれたら死ぬはずですが、クシナは渦巻き一族の生命力のおかげで、すぐに息絶えることはありませんでした。出産直後の上に、美獣を抜かれ、息も怠惰だったにもかかわらず、その後封印術を繰り出した上で、九尾の攻撃からナルトを守って死亡しています。出産後の女性って、交通事故で重傷を負うくらいのダメージを受けていると言われているので、クシナの生命力がいかに凄まじいかが分かりません。この世を去る前にナルトにたくさんのメッセージを言い残すクシナ、口うるさいとミナトに言われていますが、本当に愛情深い人だと分かりません。その後、真実の滝の修行でナルトと初めて対面。ナルトが知ることのなかった両親の馴れ初めや九尾事件の顛末を語ります。最後はナルトの、俺の器にも九尾より先に愛情が入ってるって分かったという言葉を聞き、自分たちの思いが伝わっていたことを確かめて昇天しました。ウチャー・サスケ、父ウチャー・ブガク、ウチャー一族の長であり、コノハ警務部隊の隊長。これだけでもめちゃくちゃ強い忍びだと分かります。しかも万華鏡シャリンガンを開眼し、溶岩・フガクという二つ名で他里からも恐れられる存在でした。イタチの優秀さをいつも褒めたたえており、サスケに対してはそっけない印象がありますが、ミコト曰く、私と話すときはサスケのことばかり話してる、そう。サスケがカトン、豪華級の術をマスターしたとき、さすが俺の子だと言って褒めたように、ちゃんとサスケのことも大切に思っていました。富岳は里へのクーデターに参加する立場だったため、息子のイタチに抹殺されることに。両親を目の前にして震えるイタチに、富岳は、恐れるな。お前に比べれば我らの痛みは一瞬で終わる、と気遣い、そして、考え方は違っても、お前を誇りに思う。と言い残して無抵抗で殺されました。イタチの選択を尊重し、最後まで二人の息子を案じていたことから、不器用ながら愛情にあふれる父親だったことが分かりますね。母ウチャー・ミコト、どの一族出身かは明かされていませんが、黒髪で整った容姿とウチャー一族が里の一角に隔離されていたことを鑑みると、ウチャー一族内から富岳の元へと嫁いだと推測できます。シャリンガンの有無や使用する術などは不明です。しかし常人だったことから熟練の忍びだったことが伺えます。イタチと自分を比べて不安になるサスケを励ましたり、不器用な父をフォローしたりと、お見性気味な男性陣をつなぎ、優しさで家族を包む存在でした。クシナとは極秘事項だった出産のことを知らされるくらいの仲のいい友人だったようです。生まれたばかりのサスケをクシナに見せたり、ナルトとサスケが同期になるから仲良くなるといいねなど立ち話していました。イタチが一族を抹殺した夜に、イタチの決断を受け止め、富岳と共に無抵抗で殺されています。春の桜、父春の兆し、桜の花びらのような髪型でファッションセンスも独特。
親父ギャグを連発してよくさくらをイライラさせるという典型的な思春期の娘にいざられるお父さんですよ。特殊な一族ではなく、ごくごく普通の一般人。ナルトやサスケと比べるとギャップがありすぎて、子供の頃のさくらがモブ忍びみたいだったのも納得です。母、春の芽吹、口うるさいよくいる感じのお母さん、いつも明るくギャグを飛ばす夫、キザチにはちゃんとリアクションをして笑ってあげています。マカムツマジー夫婦という印象がある一方で、芽吹からは気の強そうな見た目と口調が感じ取れます。たまに見せるさくらの度胸と凶暴さはおそらく芽吹譲りでしょう。ヒューがひなた、父ヒューがひやし、ヒューが一族は三大道術の一つである白眼を代々継承する家系で、その王様を務めているのがヒヤシ。ヒューガはコノハにて最強と言ってははばからないため、散々コラ画像で遊ばれています。実力もなかなかのものらしく、第四次忍海大戦では八卦空所で十尾の手を吹き飛ばしていました。なお、その後大槌トネリの傀儡にはボコボコにされています。一族を背負う立場である上、過去に自分の身代わりとなって弟のヒヤシが命を落としたことから、娘たちを必要以上に厳しく育てていました。才能がないと見れば我が子すら見限る冷酷な一面があり、性格が優しすぎて戦いに向かなかったヒナタは冷遇されています。代わりに次女の花火がヒヤシの期待を一身に受け、徹底的にしごかれることになりました。厳格な当主だったはずのヒヤシですが、ボルトでは孫にほっぺをスリスリする衝撃的な姿が描かれています。やはり孫にデレデレのおじいちゃんです。ちなみに母親については回想でちらっと映っただけで、名前などは明らかになっています。犬塚牙、母犬塚爪。犬塚一族は人間を扱って戦闘や探索、追跡を行う特別な家系です。爪は見るからに気が強そうで、性格のきつさゆえに夫に逃げられてしまったと牙が漏らしていました。牙自身も爪には頭が上がらないようです。姉花と弟牙を女で一つで育て上げた強い母ちゃんであることは間違いないでしょう。階級は特別上人で、相棒の車のとともに任務をこなしています。ペイン戦では牙&赤丸と共闘し、かなり押されていたにもかかわらず、私に恐れをなして逃げたようだねと言ってのけました。牙のおかげは自ら降りた発言とか、確実にお母さん譲りですね。油目しの父、油目しり。油目一族は虫にチャクラを与える代わりに刺激する秘伝忍術を持っています。攻撃や防御、さらには追跡や治療まであらゆることができるので、シノの出番がなかったのは強すぎたから説がまことしやかにささやかれています。シミの階級は常人で、冷静で物静かな性格、若かりし頃はヒナタや長座と共に任務に当たることもあったようです。何を考えているかよくわからない風貌ですが、この粉白槌の際は負傷したシノのもとに真っ先に駆けつけて治療に当たっていて、シノを大事に思っていることが伝わります。シノが残像からスカウトされた時はシノを根に行かせたくないと格闘、その後シノは根への転属を免れましたが、預かって育てていたトルネが身代わりになり、後に死亡することになりました。まとめ。以上、ナルトの同期たちの両親まとめでした。それぞれが厳しい忍界に身を置きながら、子供にはしっかり愛情を注いでいることが分かりました。ナルトやサスケは、両親も波乱万丈って感じの人生でしたね。大人になってから読み返すと、この辺の親子関係で泣けちゃうのここだけでしょうか。皆さんが好きな親子はどれでしょうか。コメントお待ちしてます。